ゲットは、かつて存在した、日本のホームセンター。茨城県つくば市に本社を置いていた、株式会社ゲットが、群馬県と千葉県で3店舗経営していたが、ホーマック株式会社に吸収合併され、解散した。1995年11月1日、株式会社ゲット設立。当初の本社所在地は、つくば市場園2-27-12であった。社名の、ゲットは、 グッドサービス、エブリバリーエブリデイ、サンクスという思いを込めて命名したものである。1997年10月、1号店を群馬県立林市に、1998年10月には2号店を千葉県野田市にオープンした。2001年8月22日、ゲットの発行済株式総数の90%を、ホーマック株式会社が取得。 ホーマックはゲットを子会社化することで関東地方での経営基盤強化につなげる考えを持っていた。同年11月、ゲットは本社をつくば市二宮に移転している。その後、2006年9月にゲット及びホーマック両社がそれぞれの取締役会において合併契約書を承認決議し、同年12月1日にゲットがホーマックに吸収される形で合併。 株式会社ゲットは解散した。本社立林店、野田水木店白井店本社所在地及び店舗一覧、d c m 4マック野田水木店河内薬品白井店、豊富な品揃えの大型店が主体。将来4店舗目を開店させ、売上高200億円を目指していた。2006年7月当時の公式ウェブサイトによる、ありがとうございます。